こんばんは、天越人です。今回はですね、バルプロ酸ナトリウム、商品名でいうとデパケンなんかが有名なんですけどね、というお薬について解説してほしいというリクエストがいくつか来ていましたので、今日はこのお薬についてお話ししていきたいと思います。このお薬はね、一番最初に日本で販売されたものが1975年の3月なんですよね。結構昔からあるお薬だけど、まだまだ現役というイメージが私の中では強いです。では行きましょう。バルプロ酸ナトリウムはですね、ここにも書いたように、転換の治療、双極性障害の双状態の治療、偏頭痛発作の治療、この3つに効果があるお薬です。結構いろんな疾患に使われるというイメージがありますね。それでバルプロ酸ナトリウムの中でも実は種類があってですね、商品名でいうとデパケン錠、デパケン R 錠、セレニカ R 錠の3種類があります。ここね、めちゃくちゃややこしいからまた別スライドで説明しますね。はい、それでですね、ここね、かなりややこしいんで注意が必要なんですけど、この R がまずついている方ですね。なのでデパケン R 錠とセレニカ R 錠なんですけど、これは除法錠といって、少しずつお薬が溶けて長く効くようになっています。またこの除法の仕組みについては今回はちょっと省くんですけど、またリクエストがあったんでね、また別の動画でしっかり取り上げたいなと思っています。次にデパケン R 錠とセレニカ R 錠の違いですが、データを見る限りではですね、セレニカ R 錠の方がゆっくり溶けていくお薬になっています。で、それもあってか、今回飲む回数っていうのを書かせてもらったんですけど、セレニカ R 錠の飲み方は1日1回のみとなっています。で、特にデパケン R 錠とセレニカ R 錠の飲む回数一緒だと思って、例えばセレニカ R 錠1日2回にしちゃうとかっていうのを結構間違えやすい箇所なんじゃないかなと思うので、この飲む回数っていうのはね、結構重要なポイントだと思っています。次にバルプロ酸ナトリウムの副作用ですね。だいたいこんな感じで 0.1 から 5% 未満の頻度で出るものをまとめてみました。で、例えば血液だったり貧血だったり白血球減少だったりとか、あとは、精神神経系で言うと、眠くなったり、軽眠だったりとかめまいとかが出たりとか、その他に入っちゃうんですけど、倦怠感が出ることもあるみたいですね。あとは消化器でおしん嘔吐、気持ち悪くなったり吐いちゃったりっていうのがあって、で、確かそうですね、質問でもあったんですけど、腹痛とかそういった消化器系の副作用もね、バルプロ酸ナトリウムはあります。なので副作用だって断定はできないんですけど、候補としては十分だと思っています。であとは肝臓ですね。結構バルプロ酸ナトリウム、肝臓に注意をしなきゃいけないお薬だなって思ってるんですけど、この AST 上昇とか書いてあるんですけど、肝機能がちょっと悪くなっちゃう場合がありますよというのがあります。また発疹だったり、高アンモニア血症、体重増加といった副作用が、代表的な副作用になるんじゃないかなと思います。それで最後に飲み合わせについてちょっとお話しさせてください。で、バルプロ酸ナトリウムと絶対に一緒に飲んではいけないお薬といえば、そう、一部の抗生物質ですね。で、詳しく言うとここにも書いたんですけど、抗生物質全部がダメっていうわけじゃなくて、その中でも抗生物質っていろんな種類があるんですけど、カルバペネム系っていうものがあるんですね。で、そのカルバペネム系の抗生物質とデパケンを一緒に飲んでしまうと、これなんでそうなるのかっていう理由は分かってないんですけど、バルプロ酸ナトリウムの濃度が下がってしまって、例えば転換に使ってる人とかはもう濃度が下がっちゃうから発作が出るようになっちゃうかもしれないんですよね。なので一緒に飲むのは禁忌っていうものになっています。で、もう一つはですね、飲み合わせじゃないんですけど、重い肝障害、さっき肝臓が結構重要なポイントだよっていう風にお話ししたんですけど、重い肝障害を抱えてる方だったり、あと尿素サイクル異常症の患者さんを使うことができないです。で、この尿素サイクル異常症っていうのは私もあんまり詳しくは知らないんですけど、要は肝臓の中のそういった尿素サイクルっていう
なんて言うんだろうな、代謝じゃない、代謝って言っていいのかちょっとわかんないんですけど、要はなんか分解するその経路があるんですけど、その酵素をうまく持ってなくてうまく分解できないっていう、そういった患者さんは使うことができないっていう感じになります。はい、というわけで、まあ、ざっくりとですね、どんなお薬かとか副作用、飲み合わせについてさっくり解説をさせていただきました。この動画がね、いいなと思った人はまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。